皆様、お待たせいたしました。第4回日本モンキーセンター飼育施設対抗何でもアピール選手権大会、通称甲子園。本日は準決勝第2試合としてギボン谷工業高校とマダガス高校の対戦をお送りいたします。今年は密を避けるためオンラインでの開催となっております。実況は私 AC 学園副監督坂口が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ここでご覧の皆様にルールをご説明いたします。1試合は3回行います。1回ごとに各チーム1つのテーマに合った1投を選び、交互に2分間プレゼンテーションを行います。3回終了後、良かったと思うチームに投票していただきます。今回の投票はツイッターで行います。動画公開から翌日の12時まで投票することができます。票数の多いチームの勝利です。1回戦でスター選手率いる南大志商業高校を破ったギボン谷工業高校、準決勝で山田副監督はどんな攻撃を仕掛けてくるのでしょう。対するマダガス高校は1回戦で犬神学院とのヒヒ対キツネザルのコアな一戦をものすごい僅差で勝ち取りました。あの副監督のキツネザル愛が試される一戦です。義母校は過去すべての大会決勝まで進んでいます。どちらが決勝に進むのか目が離せない一戦が始まります。プレイボール。1回表、ギボン谷工業高校。はい、ギボン谷工業高校、通称ギボ校、副監督の山田です。はい、まず最初のテーマは食でいきたいと思います。食の代償となる答えはですね、この子モンキーバレー1のイケメンの子、はい、屋久島ゾーンの氷河でいきたいと思います。はい、氷河はですね、年齢22歳の男の子でして、とってもイケメンなおじさまなんですね。そんな氷河くんなんですが、ちょっと食のこだわりが強いというか、ちょっと変わってるんですよね。それがどういったことかちょっと紹介していきます。はい、まずですね、他の猿たちはどういう感じで食べてるかといいますと、はい、この子ウィンキーという子ですね。ウィンキーラブータンを食べてる姿です。そしてこの子ヒブダイ、パッションフルーツと言いますね。はい、皮を剥いて食べます。まあ、普通の子だったらそういう風に食べると思うんですが、氷河の場合ですと、はい、ガブ、はい、ガブと、はい、皮ごと食べようとするんですね。で、皮ごと食べた結果ですね、いやとか、えとか、そう、食べ物だと認識しなくなってしまうんですね。で、最近旬になってますね、トウモロコシなんかもですね、揚げてみたんですが、はい、このまずウィンキー食べてる姿、まあ普通でしたらね、はい、皮を剥いて中身のコーンの部分だけ食べる、これが普通だと思うんですが、はい、氷河の場合どうぞご覧ください。はい、葉っぱをちぎって、はい、食べ、さあそろそろ皮剥くんでしょうか、どうなんでしょうか。どっか行っちゃいましたね。そう、彼は葉、どうやらトウモロコシを葉っぱだと思ったようですね。まあ、しょうがないでね、この、皮を剥いて、はい、揚げてみました。するとちゃんとね、トウモロコシのコーンの部分食べてるんですね。どうやら彼は見たまんまのものしか信じていないようなんですね。はい、そんなちょっとめんどくさい食のこだわりというか、ちょっと変わった、食べ方をする氷河君をどうぞ皆さん、応援よろしくお願いします。1回裏、マダガス高校。皆さんこんにちは、マダガス高校副監督のあのです。今回選んだテーマはこちら。食です。この文字にふさわしい選手はこちら、びっくり系ゴッツァンダッシュワオキツネザルのミツオ。ミツオはこんな男子、びっくりした顔、それが彼の真顔です。こんな男子、そしてやれない時にやらない男子、喧嘩が始まるとやる雰囲気だけを出す男子なんです。そんなミツオくん、とにかくよく食べる、おかわりを要求してくるゴッツァン男子なんです。そんなミツオくん食べる姿が地味に面白いので、ぜひご覧ください。ということで、ミツオの食べっぷりをどうぞ。トマトを食べるミツオ、もちゃ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 、副監督が育てたトマトを美味しく食べておりますが、ここで感じていただきたいのはこちら、皮も食え、味がわかるミツオくん、この後なぜかトマトを皮残しました。そして次にペレットを食べるミツオくん、残像が残るほどがっついて食べます。そう、彼ペレットが大好きなんです。
でもですね、そんな光雄くん、やっぱりおかわりを所望してきます。その立ち姿が完全にハッケオイ、そう、この残ったペレットにもうターゲットごっつぁんです。でもですね、光雄くんぽっちゃり系男子なので、これ以上食べ過ぎちゃうとわがままボディがさらにわがままになってしまうので飼育員 NG が出ます。そんなペレットを食べることができない光雄くんの顔がこちら。真顔でペレットをお見送り。これは驚いてるわけではありません。そして若干内心怒っているかもしれませんが、彼は怒れない。そう、やるときにやれない男子だからです。そんな光雄くん、最後は葉野菜を食べる姿をご覧ください。はい、もちゃ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 、一瞬ブルドッグになってもちゃもちゃ、はい、奇跡の一枚が撮れましたと大目の皆さん、実はこれ彼の真顔なんです。そんないつも写真を撮るとミラクルを起こしてくれる光雄くん、地味に面白い光雄の食をよろしくお願いします。ギボンダニ工業高校は食代表薬師マザル氷河、マダガス高校は食代表ワオキツネザル光雄の勝負でした。2回表、ギボンダニ工業高校。はい、ギボコ、続いてのテーマはですね、今日でいきます。今日で紹介する子はこの子、モンキーバレー最強のメスザル、薬師マザルのピオンを紹介していきたいと思います。はい、ピオンなんですが、年齢16歳、メスの中で一番強い子なんです。そしてモンキーバレー、今140頭の群れでいるんですが、その中でもなんと2番目に強いというね、ちょっとおかしな子なんですね。こんなピオンちゃん、なぜ強いのか。はい、まずですね、一般的な薬師マザルのメスの体重がだいたい 6.5 なんですが、ピオンちゃんなんと10キロあるんですね。この10キロという体重、はい、薬師マザルで一番強いタイマツくんです。モンキーバレーで強いタイマツくんがですね、体重11キロとほぼ同じ体重なんですね。はい、こんだけ体が大きいので力も強いんです。はい、ピョンちゃん、はい、鉄柱登って、はい、揺すってます。こんなのできるの強いオスとピョンちゃんぐらいです。そしてピョンちゃん、こんだけ体強いね、気も強いんですね。はい、カメラを向けるとこんなことします。はい、いきなり突っかかってくるんですね。正直怖かったです。そして他の猿がピヨンちゃんにちょっとぶつかった時の動画なんですが、どうご覧ください。はい、怒ってですね、マウント取るまでは、まあ、普通のオス猿もよくやるんですが、ピヨンちゃんそれでは許しません。腰を持って振り回していますね。やばいですね、怖いです。もうすぐ許してほしいと思っちゃいます。はい、こんな感じで気も強く体も強いので、周りのオスたちだいぶビビっちゃってるんですね。はい、なんでピヨンちゃんが歩くとこうなってしまうんです。どうですか皆さん、オスみんな避けていってますね。威圧感半端ないです。正直オスたちみんなこう思ってるでしょうね。もう正直関わりたくない、これ飼育員もみんな思っています。こんなモンキーバレーの強さの象徴でもあるピヨンちゃん、どうぞ皆さん応援よろしくお願いします。2回裏、マダガス高校。はい、マダガス高校、続いてのテーマはこちら、美です。この文字にふさわしい選手はこちらです。天真爛漫、超美形トリッキーガール、ワオキツネザルのチゴハヤ。チゴハヤはこんな女の子。周りなんて関係ない、自分が楽しければ OK な女の子。そして急にはしゃぎ出す、動きが読めないトリッキーな女の子。そしてそんなジャジャンマなチゴハヤ、小柄でスマートな完璧体型。そんなチゴハヤですが、あのが今押しに押しまくっている超美形なんです。そんなチゴハヤで美を感じちゃってください。まずこちら、神秘的な黄色い目、とても美しいんです。そしてこの横顔、鼻筋の曲線美、とても美しいですね。そしてワオキツネザル、このチゴハヤの座り姿がとても美しいんですが、先ほど食でお世話になった光雄くんの座り姿がこちら。はい、光雄って感じなんですが、はい、チゴハヤはこちら普通に座っているだけで美しいんです。そしてワオキツネザルといったら日光浴が思い浮かぶと思うんですが、先ほど食でお世話になった光雄くんの日光浴の姿がこちら。はい、写真に悪意がありまくりですが、これが普通の日光浴。そして美の化身チゴハヤの日光浴がこちら。はい、美しい。ということで、そんなチゴハヤトリッキーな動きも美しいんです。はい、ワオキツネザルといったらジャンプですね。チゴハヤは誰がいても飛びたい時に飛ぶ、その鋼のメンタルが美しい。続いてはこんなトリッキーな仕草、何の前触れもなく急に走り出す爆速ダッシュ。飼育員からするととてもとても怖い行動になるんですが、その訳のわからなさが実は美しい。そんな美の巨人チゴハヤをどうぞよろしくお願いします。
義本谷工業高校は強い代表薬師マザルピヨン、マダガス高校は美代表ワオキツネザルチゴハヤの勝負でした。3回表、義本谷工業高校。はい、義母校最後のテーマはですね、愛でいきたいと思います。はい、紹介するのはこの子、本邦初公開、そう SNS 等で紹介していない子です。薬師マザルのウロコリスを紹介していきます。はい、ウロコリスなんですが、年齢10歳の男の子でして、性格が大変おとなしい子です。はい、ではなぜウロコリスが愛というテーマに紹介するかといいますと、ある出来事があったんですね。はい、この子ウコンっていう子なんですが、去年の6月に生まれた赤ちゃんです。そのウコンなんですが、今年の3月に母親を亡くしているんですね。はい、ウコンですね。はい、まだ0歳という時にですね、一人ぼっちになってしまったんです。はい、一人ぼっちになった子猿はどうなるのか。はい、他の運が良ければ他のメスが育ててくれる。はい、場合によっては飼育員が育てるということがあるんですが、それが両方ともうまくいかなかったら死んでしまうっていうね、最悪の事態です。正直ピンチです。そんな時にいち早く動いてくれた子がいたんです。こちらご覧ください。はい、皆さん分かりますか。これなんとオスのウロコリスが母親の顔に抱いているんですね。はい、もうちょっと綺麗な動画があるので、近くで撮った動画もあるのでご覧ください。はい、しっかりと母親の代わりに抱いているの、皆さん分かりますかね。はい、正直これとても珍しい姿なんですね。はい、薬師マザルのオスがですね、あの0歳のあのね赤ちゃんをですね、母親の代わりに抱っこするなんて、こんなのほぼ見たことがない状況なんですね。私が10年以上担当していて初めての経験でした。もうこれ一言言っていいでしょう、奇跡です。この奇跡をウロコリス起こしてくれたおかげでですね、あのウコンですがちゃんと無事に1歳を迎えることができ、仲間たちと仲良く今も暮らしています。こんな愛にあふれるウロコリス、ぜひとも皆さん褒めてあげてください。応援よろしくお願いします。3回裏、マダガス高校。はい、マダガス高校、続いてのテーマはこちら、長いです。このテーマにふさわしい選手はこちら、生きるレジェンド、ベロ出しがちスーパーおばあちゃん、ワオキツネザルのレイコ。レイコはこんなおばあちゃん、舌がいつも出ているおばあちゃん、そして小さな群れで老後を暮らしているおばあちゃん、そんなおばあちゃんはですね、ワオキツネザルの平均寿命を優に超えているというすごいおばあちゃん、そして彼女は始祖なんです。そんなワオキツネザルのレイコを今からご紹介ということで、レイコおばあちゃん今何歳なのか、こちらワオキツネザルの平均寿命が自然下で16年から19年と言われております。先ほど食でお世話になった三尾くん、現在19歳、なかなかいい年齢なんですね。そして先ほどの美のチゴハヤ、今3歳なんです。そして今主役のレジェンドレイコ、29歳なんです。はい、マダガスカルにこんな概念があるか分かりませんが、日本の昔話なら完全に妖怪です。そしてレイコおばあちゃんの凄さがもっと分かるのがこちら、ワオキツネザルの家系図になります。先ほど3歳美のチゴハヤがここ、そしてレジェンドレイコ29歳がここ、そう端から端まで行っちゃうんです。その差なんと6世代チゴハヤからすると、レイコおばあちゃんはひー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 おばあちゃん、私はひーおばあちゃんにも会ったことがありません。もう人からすると完全にご先祖様レベルです。そう、この群れはここから始まった、まさに子孫ということで、長生きの名人レイコをよろしくお願いします。義本谷工業高校は愛代表薬師マザルウロコリス、マダガス高校は長い代表ワオキツネザルレイコの勝負でした。これで3回すべての対戦が終了しました。勝敗は皆様の投票で決まります。今年の投票は、ただいまより翌日の12時までの間、ツイッターで行えます。アピールの良かったチームへ投票をお願いいたします。結果発表は、翌日の12時頃からツイッターにて各監督に伝えられます。その様子を生配信でお届けいたします。
勝敗は皆様の投票で決まります。ではこれにて日本モンキーセンター飼育施設対抗何でもアピール選手権大会通称甲子園1回戦第2試合を終了させていただきます。本日実況は坂口が務めさせていただきました。本日は皆様ご視聴ありがとうございました。